こんにちは。大田区立梅野木園管理栄養士の小松です。親子で楽しめるクッキングをご紹介します。では、クラッカーあんこ玉を作っていきます。材料の紹介をします。アレルギーをお持ちの方はご確認をお願いいたします。こちらは一人分の材料になります。クラッカー4枚、きな粉大きなスプーンで1杯、ゆであずき缶、 大きなスプーンでいっぱいです。では作っていきます。保存袋を用意してください。中にクラッカーを入れます。袋を閉じます。爪を立てないようにしてクラッカーを砕いていきます。厚手のビニール袋を使っていただいても大丈夫ですが、その時は上をひねってしっかり持ってください。今回の材料は開封しなければ日持ちがしますし、 きな粉とゆであずき缶は災害時に不足しやすい食物繊維やタンパク質も取れますので、ご家庭での防災備蓄にもおすすめの食材です。ただ開封後はお早めにお召し上がりください。では、次にゆであずき缶を入れます。はい。そして、クラッカーとゆであずき缶がよく混ざるように揉んでいきます。 メーカーによっては茹で味ず間の水分が違いますので、生地が硬い場合は茹で味ず間を加えて調節してください。生地を控えめにしたい方は牛乳や豆乳、水などの水分を少し加えてください。逆に生地が柔らかい場合は砕いたクラッカーを加えてまとめやすい硬さに調節してください。はい。では、生地を一つにまとめていきます。 今回は2つのボール状にしますので、生地を2個に分けていきます。形はお好みですので、難しい場合は1つにまとめていただいても大丈夫です。今回は2個のボール状にしていきます。はい。では、次にきな粉を入れていきます。 また袋を閉じてまぶしますこのように下から叩いても綺麗にまぶせますはいこれで出来上がりです袋のまま召し上がっていただいても大丈夫ですがご縁の危険がありますのでご注意くださいできましたら小さなお子様には器に入れてあげて食べやすく切ってあげてくださいこのように棒状にしても食べやすいと思います 黒蜜をかけても美味しいです。ただ黒蜜は蜂蜜も使用しているため、1歳未満のお子様は召し上がれませんのでご注意ください。ぜひ親子でクッキングを楽しんでください。